キエフ県は1471年から1569年にかけてリトアニア大公国、1569年から1793年にかけてポーランド王国の地方行政単位である。ポーランド・リトアニア共和国の県の一つ、小ポーランド州に属す。キエフ地方を中心としたドニプロウクライナ、並びにウクライナコサックの居住地帯であるザポロージャを含んでいた。 キエフ県は1471年にカジミエシュ4世によってリトアニア大公国に属するキエフ公国の代わりに創立された。キエフは県庁、県知事、県裁判の所在地となった。1482年、クリミア半国のハーン、メングリ一世ギレはタタール軍を率いてキエフ県を襲った。タタールがキエフを陥落させて放火し、聖ソフィア大聖堂を はじめ多くの教会を略奪し、数千人の県民を奴隷にした。千四百九十三年に、メングリー一世儀礼は、モスクワ大公国の大公イヴァン三世から援軍を受け、再び、キエフ県へ攻め入った。その時にキエフはほとんど全滅した。千五百六十六年に、リトアニア大公国は、法律上で貴族の共和国になると、キエフ県の貴族は軍ごとに、地方議会、 ミ育を催す権利を得、キエフ県から、貴族代表を、クラックフの国会、政務へ派遣することができた。1569年、ルブリン合同によって、ポーランド・リトアニア共和国が発足する際に、キエフ県の貴族は、ポーランド王国に属することを望んでいたことから、キエフ県はリトアニア大公国から、ポーランド王国に譲られた。クリミア藩国やオスマン帝国などの外敵に、 しばしば略奪されてきたキエフ県は16世紀以降にはウクライナコサックの活動の地域となった。コサックは南部のトルコから県を守るという名目であったが1592年のコスイヌスクイの乱と1596年のナルイバーイコの乱にキエフはコサック軍に陥落されコサック軍の基地となっていた。コサックはポーランドリトアニア共和国の中央政界と 対立して自治を求めるようになり、1649年に起こったフメルニツキーの乱後キエフ県はコサック国家の礎となり、いくつかのコサック連体育に分けられていた。1654年にコサックがロシアの保護を受けると、ロシアポーランド戦争が勃発し、キエフ県の領域は大幅に荒れてきた。1667年にアンドルソボ条約が結ばれ、 キエフ県の多くの部分がロシアに割譲された。キエフを含むキエフ県の東側はロシア領となり、キエフ県の西側はポーランド領となった。ポーランドに属するキエフ県の新たな県庁所在地はジトーミルへ、県知事所在地はベルディーチウへ移された。1793年にポーランドリトアニア共和国の分割に伴い、キエフ県はロシア帝国に併合された。 県域は、キエフ大館地とボルイーニ大館地に分割された。現在、旧キエフ県域は、ウクライナのキエフ州、ジトーミル州、チェルカースイ州、ポルターバ州、ドニプロペトロウシク州にあたる。ありがとうございます。